ママさんが買った、不思議な注射器みたいなものです。薬にちょっと飲む量が増えてきたり、回数も増えてきちゃってて、簡単に飲ませられるように、こういうものを買ってきましたと。いくらだっけ？アマゾンで700円ぐらいぐらいだったっけな。3つで1個開けましょう。液体と錠剤両方できるタイプ。へえ。ゴムとゴムが2個入ってるの、白いゴムが2個入ってるのと、うん、やっぱこれ先っぽ広がるやん。わかる。その先っぽにでピル、こっちは液体ね。なんか試しにやってみようか。はい、どうぞ。それをはめる。しっかりはめる。ちょっと奥まで入れてた。で、それどういう仕組みだ？ここに薬を挟みます。うん、で、挟んだ薬を、うん、これを口ちょっと意外と太いの、うん、口に入れて、うん、キュッて押す。これを。そうすると薬が外れて、うん、口に入ります。まず引きます。うんうん、引いて。ちょっと先ちょっとへっこみます。ここに挟みます。うん、先がこうゴムのところが分かれて、そこにベッて挟んで保持してて、でこのまま多分ワンちゃんの口につけて、口に入れて出してみて。はいはい。黙々と足を舐めるキチ。いいですか？いいですよ。ね、キチ君、行く、行くよ。足でしょ。こうしますよ。失敗してるし。もう一回。見て見て。ここね、これご飯させよ。ご飯だね、これキチ君。これご飯だよ。薬じゃないよ。ピコンつって。なんかどんどん緩まってきちゃったかな。あんま大きいの入れるやつじゃない。本当は薬です、これね。本当は薬。はい、切っていい？いいよ。いきますよ。はい、切って。くん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 。おやつ。落ちてない？ちょっと。いくよ、キチ。ピュン。ピュン。ピュン。パカン。パカン。入った。はい、上手。ゴーカーク、こういう風に使うものです。ご褒美です。ご飯がそんな美味しくないと美味しいらしい。ご褒美。はい、お疲れさんでした。今日はこのお薬をあげるための、注射器みたいなやつでした。偉いね。